皆さんこんにちは、長澤まさみです。本日はですね、マネージャーがカメラの向こう側にいるんですけれども、これから撮影をするんですが、その前にメイクをしようということで、だったらメイクしてるところも一本動画にできるんじゃねということで、手抜きです。Get ready with me with マネージャーみたいな感じでやっていきたいなと思っていますよ。テーマとして MBTI がなんか最近変わったらしくって、質問が変わったんですよ。あ、そうなんだ。それをちょっと今回ジュンさんにもやってもらおうかなと。もともとジュンさんって MBTI 何でしたっけ？ INFPT。 はいはいはい、やりながらでいいの？僕が入力していくんで、はい、僕の質問に答えていってください。はい、マジこれ直感でこう見られたいとかそういうのを意識せずに素直に答えることで本来の自分の MBTI がちゃんと忠実に出せるという。そうです。はい、で一応賛成する、反対するっていう、こう大きい2つがあって、うん、それに対して7段階で、これさ7とか難しいからさ、どちらとも思わないが真ん中、うん、ややそう思うがその隣、ややかなりそうにするわ、うん、ややかなりそう、うん、いきます、うん。定期的に新しい友人を作ることを心がけていますね。かなりそう思わない。かなりそう思わない、うん、単純明快なアイデアよりも複雑で斬新なアイデアの方がワクワクする。かなりそう思う。通常事実に基づいた議論よりも感情的に響くものに説得力を感じる方ですね。ややそう思う。生活と仕事のスペースは清潔で整理整頓されている。そう思う。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。ややそう思わない。人脈を広げたり見知らぬ人に自分を売り込んだりすることはとても大変なことだと感じる。かなりそう思わない。仕事に優先順位をつけ効率的に計画を立て期限よりかなり前に完了させることが多い。そう思う。絶対思わないですけどね。自己評価高いですね。まあ、不本意ですけどそう思わない。そうですね、はい。まあ、こういうちょっとした小ボケも入れていくよ。好きでしょみんな。数字やデータより人々の物語や感情の方があなたに力強く響きます。あ、そう思う。予定表やリストなどの整理、うん、管理ツールを使うのが好き。好きかって言われたら別に好きじゃないけど、管理するのが苦手だからやむを得ず使ってる場合はどうする？ややじゃないですか。じゃあややそう思う。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。あー、かなりそう思わない。別にそれだけが全てとは思わない。自分が興味のある人のところに行って話しかけるのは簡単。あー、かなりそう思う。全然別にできる。クリエイティブな作品のさまざまな解釈の仕方に関する議論には興味はないです。どちらとも言えない。行動方針を決めるとき、あなたは他の人の感情より事実を大切にします。ややそう思わないかな。何の予定もなく一日を過ごすことがよくある。かなりそう思う。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。ややそう思わない。残したいと思うってこと。うんうんうん。チームで何かをするのが好きです。かなりそう思わない。こんなこと言ったらなんか YouTube チームじゃあ YouTube チームみたいな小規模のあれだったらいいけど、はいはい、大企業とかどっかの部署に配属されてとかっていうのは苦手ってことね。未経験の新しいアプローチを試すことを楽しむ。ややそう思う。完全に正直であることよりも思いやりを持つことを優先します。そう思う。嘘をつくことも時には必要だと思う。新しい経験や知識分野を積極的に追求します。かなりそう思う。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。かなりそう思う。だからこそリスクヘッジしたりする、うん、趣味やアクティビティはグループで行うものよりも一人で行うものの方が楽しい。そう思う。一人で完結する趣味が多いですね。サウナとか。生計を立てるために架空の物語を書いているご自身を想像することは不可能ですね。あ、思わない。私なんか物語とか書くの多分好き。感情的な面を多少無視してでも効率的な決断を好みますね。そう思わない。感情優先かも結構。だから仕事できないタイプ。私やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。好きか嫌いかで言ったら好き。家帰ってきてさ、めっちゃうんちしたいと思う時あるさ。マシュマロでそうかもみたいな時あるじゃん。そういう時に全部アクセサリーも外して元の場所にしまう。全部部屋着に着替えて家モードになった状態までギリギリまで我慢してからマシュマロをするのが好きです。意見の
相違がある場合、他人の感情を守ることよりも自分の意見を証明することを優先します。あ、そう思わない。社交の場では大抵最初に他の人が自己紹介するのを待つ。そう思わない。自分から言う。とても急に機嫌が変わることがある。そう思う。これも打ち始めてからすごくそれが濃く出るようになったよね、はい、感情的な議論には簡単に動かされませんね。動かされはしない。別に自分がそれで揺らぐことはない。ややそう思うかな。かわいそうだなとか同情したりとか相手の気持ちになることはあるから。でもそれでなんか自分の意見が変わるってことはあんまりない。ギリギリのタイミングで最後にやっと何かを行うことが多いですね。そう思わない。そう思う。倫理的なジレンマについて議論するのが好き。でも倫理的な話だったら割と好きかも。やや好き。やや好き、うん、一人でいるより人と一緒にいる方が好き。あ、そう思わない。議論がとても理論的になると退屈に感じたり、うん、興味を失ったりしますね。あ、はい、そう思います。事実と感情が相反する場合、大抵はご自身の心に従いますね。はい、そう思う。仕事や勉強のスケジュールを一定に保つことが難しいと思う。そう思う。難しい。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。かなりそう思わない。友達から活発で社交的であると言われますね。ややそう思わない。別に活発でも社交的でもないけど、変わったねって言われる。うん。文章を書くなど様々な創造的表現に惹かれる。うん、そう思う。文章を書くの好き。コラムやってたしね。通常感情的な印象よりも客観的な事実に基づいて選択しますね。かなりそう思わない。日々のやることリスト、かっこトゥードゥーリストを作ることが好きですね、うん、ややそう思う。不安はほとんど感じない。かなりそう思わない。電話はかけないようにしている。そう思わない。電話の方がいい。 LINE 嫌い。馴染みのないアイデアや視点を探求することを楽しんでいますね。ややそう思う。ああ、こういう考え方があるんだとか、こういうやり方があるんだ、へえって思って、それがなんかワクワクして楽しくなるってことでしょ。うん、うん、ややそう思う。初対面の人とも簡単に接することができますね。そう思う。でも心を開いてるか否か別としてってことだよね、うん、当たり障りないようなやり取りは別に全然できる、うん、計画が途中で中断された場合、うん、最も重要なのはできる限り迅速に再び軌道に乗せることですね。あ、そう思わない。何が原因でそうなったのかを追求する方が重要。次に生かすために。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。かなりそう思う。そういうふと思い出す時がある。将来的な世界動向の理論を議論することにはあまり興味を持つことはないですね。あまりそう思わない。結構この先世の中どうなっていくんだろうみたいなのを、うんうん、ニュースも時々見るけど、どっちかっていうと都市伝説とかも含まれるかな。都市伝説と違うじゃん。あ、違うか。世界動向。世界動向か、はい、感情をコントロールするのではなく感情にコントロールされている。あ、でも今の私はそうかもしれない。かなりそう思う。意思決定をする際は最も倫理的で効率的な方法よりも影響を受ける人たちがどう感じるかを重視しますね。そう思う。そう思う、うん、仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、うん、自然発生するエネルギー爆発の原則に近い。あ、はい、そう思う。うん、その質問一番自分でなんかうん、そう思うって思う質問。誰かに高く評価されると、うん、その人が自分に落胆するのにどれぐらい時間がかかるのか考えてしまう。ややそう思う。ほぼいつも単独で作業する仕事に就くことを望んでいますね。うん、そう思う。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。全く思わない。そういう抽象的なこととか哲学的なこととか大好き。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好きですね。あ、全然そう思わない。静かなとこ大好き。人混み大嫌い。ある決断がご自身にとって正しいと感じればそれ以上の証拠を必要とせず行動することが多いですね。かなりそう思わない。証拠は欲しい。正しいだろうなって頭で分かっててもそれを裏付ける証拠を探してから行動したい、うん、心配性だから、うんうん、重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。無視しないでもらっていいですか。ちょっとあのマスカラ塗ってる時は本当話しかけないでもらっていい。あまりそう思わない。いずれかのステップを省くことなく順序を追って念入りに行う方ですね。かなりそう思う。
具体的な手順を踏むよりも創造的な解決策を考える必要がある仕事を好む。そう思うでいいんじゃないかな。選択をする際は倫理的な推論よりも感情的な直感に頼る傾向がありますね。そう思うけど、その選択をした際の自分のメリットデメリットとかも考えるから、ややそう思うかな、うん。締め切りを守るのが苦手ですね。そう思う。そう思わない。物事はうまくいくだろうと自信がある。うん、そう思う。なんとでもなるって思ってる。あなたの性別は男性、女性、その他。その他。はい。はい、結果お願いします。はい。おお。何？変わってないです。変わってない？ INFPT です。あー、おもんなこの動画。だから私は生粋の INFP なんだと思う。じゃあ INFP のやつどういう人かっていうのをちょっと読み上げていただけますか。想像力、共感力、理想主義にあふれた豊かな内面を持ってます。情に熱く人間の経験を理解したいという深い欲求を持つあなたは、周囲の人たちの自然な相談相手であり、大きな支えになっているでしょう。内向的な性格のあなたは、自身の考えや感情、価値観を絶えず追求しようとする傾向があります。この自己認識は自己成長において強力なツールですが、行き過ぎた自己批判につながることもあります。他者からの批判に敏感なので、傷ついたり誤解されていると感じたりすることもあるでしょう。このような難題があるにもかかわらず、自らの理想に揺るぎないコミットメントがあり、他者の長所を見抜く力を持つあなたは、世の中を良くしてくれる力強い存在です。あなたの旅では豊かな内面と外界の要求のバランスをとり、常により多くの美、優しさ、そして偽りのないあり方を。美？美？美？やっぱり私は美の伝道師なんだ。やっぱり美容系インフルエンサーなんだ。そっかそっか、美容系だやっぱり私って。ご満悦で草。でも自分的にも納得かな、まあ、美の伝道師ってところが特に。やっぱり。じゃあとりあえず私は残りのメイクを終わらして髪の毛をセットして戻っていきたいと思います。その時にマネージャーが今やってくれてるので、もともとマネージャーは主人公 ENFJ 主人公だったんですけど、2週間ぐらい前にやったら ENTJ指揮官に変わってたらしいんですよ。私が思うに生粋の主人公だと思うの。だからもう一回やらせています今ので。その結果を最後、私の顔面ビジュアルの完成とともにお届けして、ちょっとお話ししてこの動画を終わろうと思いますので、とりあえず準備を終わらせてくるわ。はい、ということで今日は髪の毛をセンター分けにして、ちょっとオイルとかつけていい感じにまとめてみました。可愛いですか。ということでゲマル君、結果何だった。僕がちゃんと ENFJ になってました。お、主人公。はい、やっぱりそうなんだって、はい、で私は生粋の INFP でした。はい、なんで私 INFP で心か弱いちゃんなんで、優しいコメントとかたくさん残していただけたらすごい励みになるし、次の動画も頑張ろうっていうモチベーションにつながったりとかするんで、まあ、よかったらなんかアンチコメントとかはなしで、純ちゃん可愛い可愛いと持ち上げていただいて、私のやる気を促していただければなと思っていますので、その辺よろしくお願いいたします。ということで、この動画が楽しいなと思ってくださった方や、完成後の純ちゃん美術よと思ってくださった、皆さんはぜひ高評価とチャンネル登録とコメントぜひお願いいたします。あと私の各 SNS の方も概要欄に貼ってありますので、はい、そこから飛んでフォローしてみてください。それでは以上、長澤まさみでした。じゃあねー。